オーレローセンは、デンマークのキックボクサー、総合格闘家、フィリピンマニラ出身、アンテームド所属、デンマーク人の父とフィリピン人の母を持つハーフ。デンマーク人ではあるが、滞在中であり、ラオスとの国境付近のウボンに住み、練習を積んでいる。夫人もタイ人である。ヨーロッパの格闘技、イベントスーパーリーグで、トップクラスの選手であった。 アイアンフィストの異名通り、パンチが最大の武器。ブラジリアン柔術の経験もあり、総合格闘技にも参戦している。フィリピンのマニラで生まれ、2歳の時にデンマークに移住。15歳の時にデンマークで1歳年上の兄のクリスチャンローセンに誘われ、ムエタイを始めた。プロ転校までにアマチュアで6戦の経験を積み、 デビュー戦を黒星を喫するも、その後も連続小勝ちした。2000年6月29日に、イギリスのイングランドで行われた、イックフプロムエタ欧州ライトミドル級タイトルマッチで、エヴァルデントーンを3から0の判定で下し、初代王者になった。2001年2月、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルスで行われた、イムトック世界スーパーウェルター級タイトルマッチで、 クンポンゲーオサムリット 25R3 から0の判定で勝利し、新王者になった。2002年にタイで行われた大国王誕生日の大会、キングスカップ2002に出場。1回戦と準決勝を個で勝ち進んだ。しかし、決勝戦がパリで行われることになり、スーパーリーグからオファーが来ていたこともあり、決勝戦を辞退した。2004年9月19日、 シュートボクシングの世界トーナメント S カップ2004に出場。1回戦でアンディ・サワーにパンチの連打で二度ダウンを喫し、1R2 時37分 TKO 負け。2004年10月23日、ドイツで開催されたスーパーリーグでカマルエルアムラーニニアー R パンチで TKO 勝ち。2006年3月15日、ヒーローズに総合初参戦。須藤元気と対戦。 キックボクサー相手ということで、中国武術の道義を切るなど老線を舐めていた須藤を正確な打撃で追い立て、ニアールから本気になった須藤のヒールホールドをしのぎ切るなど適応力の高さを見せる。パウンドで攻撃するなど持ち前の打撃で勝負したが、判定負け。2006年5月3日、ヒーローズ2006で、宇野カオルと対戦、ガードの硬さで粘ったが、最後は、 チョークスリーパーで一本負け。2006年4月5日、ヒーローズで須藤に敗れてから1ヶ月も経たないうちに、K1 に初参戦。K1 ワールドマックス2006世界1決定トーナメント開幕戦でドラゴと対戦するも判定負け。2007年4月4日、K1 ワールドマックス2007世界最終選抜でマサトと対戦するも判定負け。 2007年6月28日、K1 ワールドマックス2007世界一決定トーナメント開幕戦に、イアン・シャハーの代打として、トーナメントに参戦、アンディ・サワーの右クロスカウンターで 1RKO 負け。ありがとうございます。